はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。さて、相手見つかる。ちゃんと筋トレしてる。してない。さあ、お、モンスターアイランド。ねえ、いきなり動けない。まあ、1コスはね、1枚しか入ってないので、とりあえず、こんな感じですね。ネガティブが初手からいるのはいいとして、アイアンマンはちょっと、まだ引いていて欲しくなかったかなといったところ。真ん中クリムゾンコスモス、アンジェラを、うん、まあ、でもできるだけ空いてる方に出したいかなということで、右のロケーションに出しましょう。さあ、相手はモンスターアイランドにオコエ、にゃー。こっちはアンジェラ。あー、ウォーリアーズフォールのアンジェラはまずい。おっと厳しいね。こうしようか、じゃあ。これはちょっと厳しいね。破壊しに来るショッカー。はいはいはい、返り討ちにしよう。まあとりあえず最初に壊れるのはアイアンハートだが、この後ほっとくとショッカー壊せますよという感じですね。さあ、ここどうしよう。あ、っていうか、まあでもあれだな、ネガティブ一応出すか。ネガティブを壊しながら、裏返していきましょう。お、相手はカーネージー。危ね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 。さあ、ネガティブに身代わりになってもらう。アンジェラは育つ。オッケー、裏返したアーニムいいね。あ、これアーニムでアンジェラ逃がすか、一旦。それもありだな。その上で、その上でトラ出すか。これでいってみましょう。 OK。 さあ、相手はモンスターアイランド埋める。アーニムでアンジェラを壊す。出る出る。で、ホワイトタイガー真ん中トラ行く。お、相手もホワイトタイガー。ウォーリアーズフォール、トラ行く。トラ壊れる。さて、あー、これはでもウルフスベーンで勝てる。真ん中アイアンマンで補強するで OK じゃないかな。今スナップするとさすがに降りられそうなので、2点確実にもらいましょうか。おっと、真ん中になんか出る。私がアイアンマンだ。さあ、これでどうだ。お、ウルトロン。はいはいはい、なるほどね。とまあ、ウォーリアーズフォールがね、ウルトロン壊れる。はい、オッケー。よし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 、勝利。オッケーオッケー。まあまあまあ、まずはいいスタートかなといったところですね。さあ、次行ってみよう。相手が、見つかりましたね。そのちっぽけな星は見逃してやる。さて、おっと、ジュビリー、サイロック。あ、ネガティブ来ましたね。3ターン目ネガティブいける。であれば、アイアンマン、アイアンハートあたりはまだ引かないでほしい。オズコープか。はい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 。オズコープでじゃあ、おっと、アイアンハート引いちゃった。オズコープでじゃあ、ネガティブ押し付けようか。サイロック、相手フィスト。さあ、であれば、お、ストレンジアカデミー。まあ、移動デッキもね、結構強い感じに、あ、なるほどね。まあでもちょっとここはネガティブオズコープで相手に渡しましょうか。スナップする？スナップしようか。さあ、相手がついてくるか否か。
ついてきた、真ん中バルチャーぶん殴る、なるほどねと。さあただこちらはネガティブで裏返した上でマイナス1を押し付ける。アンジェラが、ゼロコスト、そうだね、これはじゃあアンジェラボンって出して次アイアンハート使おうか。お、相手2枚クレイブンだが、なるほど、まあでも移動デッキもね、あのストレンジアカデミーと噛み合ってるから結構強い部分はあるね。さあさあさあどうするか。おっとアイアンマン強い、アイアンマンは強い。とりあえずここはアイアンハートを出しますかね。うん、でアイアンマンも一応出しておくか。あ、いやどうすっかな。あ、でも相手移動デッキだから別にリーダーとか警戒しなくていいか。これでいきましょう。さあ相手はストレンジです、バルチャーす。なるほど、もう一回移動できるわけだ。クロークもさらに使う。あ、これ目いっぱい移動できるね、強い強い強い。これはね、移動デッキの経験上めちゃめちゃ強い動きなのはわかる。さあおっとウォンがすでにどこに出るか分かっちゃってる。なるほどねと。はい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 、強いよ。だがさらにクロークの効果でストレンジアカデミーにまた移動できるわけだ。相手はやるねー。そうだな、これウォンでアーニム2回発動する。ウォンをストレンジアカデミー移動させてアイアンマン出してアーニムするとどうなる。ウォンとアイアンマンが2人になるのか。やってみますか、この動き。やってみましょうか。これウォンが先に消えた場合どうなるかが、2回目発動しなかったりしたらちょっと怪しいんだけど、まあやってみよう。さあ相手は、お、動かした動かした。はい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 、なるほど、真ん中を捨ててるのかこれ。それちょっと、あ、ヘイムダル、あ、真ん中を捨ててるわけじゃないのか、そういう動きね。へえ。31点きついな。さあ私がアイアンマンだ、そしてアーニムで消える、増える、増える、私がアイアンマンだ、私がアイアンマンだ、そしてアーニムでウォンが消える、増える、増える。 OK32、 いいね、素晴らしい、42、強い、勝利。これめちゃめちゃ気持ちよかった今。 OK、 私がアイアンマンなんですね。 OK OK、 この勝ち方は気持ちいいね。シャイニーロゴにしていこう。シャイニーロゴー、 OK。 よし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 。あ、今回はね結構気持ちいい勝ち方できましたね、素晴らしい。ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。